千葉県富里市の愛花さん、タイトルは暑さ復活。さあ、ここ数日関東では肌寒いという言葉さえ聞こえてきていましたが、おはようございます。すごい重いな。被災した宮城県仙台市でのオールスターゲームの開催へとつながりました。問題が生じた可能性があるとみて調べを続けています。今回の事故について